トゥイエ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 イトゥルトゥトゥトゥルトゥイエ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 イトゥトゥトゥルトゥ優しくて明るい面白い男の子ヒロックでーす。ヒロヒロヒロックキヒロハロロ、はいどうもこんばんは、 YouTuber ヒロックでーす。あげたね、エチコ。髪がないんですけど。あげた。かすこ。はい、今回は、チャレンジイェーイ。エチコ、ありがとう。エチコは。はい。またこうかけた話なんですけど、今回はこちら、月下のビーフカレー、地獄のカレー、誰が飲むのうち、はい、これはすごい、これはね地獄のカレーということで、こんなねカレーがあったんですよ。炎に燃え上がる、炎に燃え上がる地獄のカレー。じゃあ、いつかのためにゴーレン。これは、これは、地獄のお金。遅刻のカレー、これ前、あの前回、あの18禁のカレー食べたんですよ。で、これは、ビーフカレーです。ビーフカレー。すごい。パッケージが、こんな感じです。あなたは、これ、聞かれたり、耐えられるか？ここ書いてありますね。こだわりの激辛ルーにビーフカレーを入れ、煮込みました。食べたあなたは地獄へ誘う激辛ビーフカレーです。完食できたら天国に行けるかも。なんだこれー、ゴスカタレゴン。激辛ビーフカレー、地獄のカレー。あなたはこの辛さに耐えられるかな？こだわりの激辛ルーにビーフを入れました。煮込みました。食べたあなたを地獄へ誘う激辛ビーフカレーです。できたら、完食できたら天国に行けるかも。これは、こんな感じですね。早速、食べていくぜ！完食できたら、天国行ってってやるぜ！なんやねこれ。でっかいビーフカレー、地獄のカレー、はい、できました。これすごいね、これ。普通のカレー。もう見た感じ、普通のカレーよ。ペロッチカワ。タイトル通り、地獄のカレー、全部食い切って、やるで。やね。まあ、ちょっと、どんな感じか。
いただきます。だから、
おっぱちさとし。ついでのめちゃくさいか。優しくて明るい面白い男の子、ヒロックでーす。キラキラキラ